アングたる公孫円の野心は芝一族の英知によりついえた。その翌年、魏では皇帝宗英が没し、後継として宗法が即位。宗英の意思により芝居と曹操が新帝の補佐を託された。これに対し大将軍である曹操は芝居のさらなる台頭を危惧。芝居を疎んじ、自らが魏軍の実権を掌握せんと画策する。一方芝居は曹操を無能と断じ、その動きを静観していた。5年後、曹操は自身の実績を作るため蜀侵攻の軍を起こす。芝居は曹操からの出兵要請に対し自らの子らを送り出した。戦の中、軍略の良し悪しを見ることも若い者には経験となると。かくして芝氏、芝将、荷重、張春華が高青山に立つ。かつて英傑が地位を競った漢中の峰々に若者たちは何を見るのか。この加工旅に任せておけばいい。もう少しなんとかならんのか。アホと見られるといらぬ厄介事を招く。今お前しかいないだろ。それに俺は本物のアホだ。今はそうやってほうけた真似もいい。だがお前のその大気、じきに天下を受け止めることになろう。相変わらずだな。買いかぶるなって。師匠、お前の器必ずや目覚めさせてやる。どんな手を使ってもな。陣らしい陣もなく、策らしい策もない。これで勝てってのはひどいな。やる気か頭が足りなさすぎる。まあ、俺が言うのもなんだけど。これが戦と陣と呼べるものか。ただ兵馬を並べただけではないか。そうそう、やはり愚物か。敵は国の外だけではないようだな。そうそう、そうそう。曹操はかつて旦那様のもとにいた無能。それが今や大将軍なんて。いよいよ葬儀も朽ちて倒れる時かしら。こんな布陣で勝つつもりだなんて笑えない冗談ね。芝居殿もこの場にはいらっしゃらない。私たちで何とかできればいいけど。いやいやいや、なんだろうなこの感じ。ケツの座りが悪すぎるぞ。曹氏の大将軍があれだもんな。そりゃ宴席のうちも風当たりきつくなるか。でも本当このままじゃまずいな。
お前が火獣か。各将軍のご子息だそうだな。ふん、俺のことは結構。それより曹操殿。ん？なんだ、申してみよう。この戦、ありえぬ様相なのがわからないか。正面からの総攻撃は下策の極みだ。何を申すか、この青2歳目が。大祖曹操の代より葬儀の戦は覇者の戦、正面から敵を破るこそ覇者の道よ。お前はただ私に従えばよいのだ。分かったか。分かったならば行け。代を経れば志も失われるか。どうなっても知らんぞ。進め、御聖山にこもる職軍を一掃するのだ。曹操が無能なのは分かりきったこと。自らそれを証明するとはご苦労なこと。戦は知略でするものぞ。取り知るがよい。大したものよ。敵の奇襲部隊が現れました。狙いは本陣とのこと。本陣の奇襲だと。このような策に私が引っかかるとは。いやはや、ご覧の通りだ。すまん、助けてくれ。お、結構やるな。これには深いわけが。何かな、助けてくれ。撤退するぞ。敵を手玉に取る役目、無事果たせたようだ。では、俺は山頂へ戻るとしよう。敵は我らの勢いに圧倒されている。逃がさず討ち取るぞ。それでいい。この首、もらい受ける。いざ。カジュ、お前が味方でよかったよ。まるで武術。おう、やるの。なんという武勇。うん、大したものよ。
言っているそばから手玉に取られるか。吠えるのだけは一人前のことだ。よし、撤退路を確保できたな。大将たる私に皆ついてまいれ。まともに撤退の指示もできないやつは、俺たちで退却させてやるほかあるまい。誰か私を助けよ。大将軍の窮地であるぞ。私には託された思いがある。この機会を逃しやすい。兵器を止めれば、おのずと幕も引かれよう。
し。奴を追う材料ができたな。